いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は2022年5月8日、ゴールデンウィーク最後の日ですが、JR 東海爽やかウォーキングで津市内を歩いてきます。本日は JR 東海爽やかウォーキングご参加いただきましてありがとうございます。受付でコースマップをお受け取りの上出発してください。コースマップをお配りしておりますのは今年度の通天の山本友です。 JR 通天の須田でございます。また近畿状態通天長を応援にかかってくださっております。寿司祭の真ん中ウォークも同時開催というか一緒のコースで開催です。スイーツいただけるみたいなんで、じゃあ地下道通ってスタートします。ステーキの西口に出ました。こちらから偕楽公園を向かいます。
交差点で横断歩道を渡るときはなるべく後ろの方で待つようにしています。大きさも同じなんですよ。これこの分がここはい、長男こうもそうなんです。だから強いんです。これを算数の算に切って算刻みって言うんです。この石とこの石の大きさ、はい、そして頭上の場合もいろんな算刻みありました。この東黒金門、ここに東黒金門があったんですが、一番立派なんです。ということはこれ何倍あるんですか？三重県で一番の幹線道路、国道23号は津駅の方に向かって北上しています。
さて、これを曲がると津駅になります。津駅が見えてきました。無事津駅に到着しました。2時間15分とか20分ぐらいかかりました。ゴールの津駅ではいろいろ伊勢鉄道とか鉄道会社のグッズとか、あ、三重交通も置いてました。あといろんなお土産とかも売ってます。よかったらぜひまた参加してみてください。今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。